はい、皆さんどうもこんにちは、がんばるまんです。はい、このチャンネルはですね、私がんばるまん、47歳でですね、会社員、脱サラしましたっけ、またメガネで47歳で、私脱サラいたしまして、現在ですね個人事業主として、まあ軽貨物のお仕事とかですね、まああと直受けの案件とかいろんなお仕事をですね組み合わせながら、売上の方を立てていっております。はい、で月に1回ですね、1ヶ月でこういう働き方をしてこういう売上が上がりましたということでですね、毎月配信をしていっております。はい、で最終的にですね1年間で個人事業主1年間でいくら稼げたかっていうのをですね、配信しようと思いますんで、ぜひ興味のある方はですねチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、というわけでですね、最近ですね雨がすごく、続いてますね。なんかねいろんなとこでね土砂災害とか起こっているんですけども、まあね軽貨物とかねお仕事されてる方ですね、すごくこう気をつけて走ってもらえたらなと思いますね。うん、本当ね山間部とか行かれる方とかもね配達でおられると思うんで、本当に気をつけてもらいたいなと思います。はい、というわけでですね、今日のお話なんですけども、今ですね時刻が8時なんですよ。で今日はですね、直受けの案件で、この後仕事なんですけど、いつものごとくですね僕ね1時間前とかにねだいたいね入るようにしてるんですよ現場に。でねやっぱ渋滞があったりとかねしたら怖いんで、でねまあスムーズに行った時は本当に1時間前とか1時間ちょっと前とかに着いちゃうんですよ。でまあ車の中でねぼーっとしてるんですけど、まあ今日はその時間を使ってねなんか動画を撮ろうと。最近僕ほんとね動画頑張ってるんですよ。ずっと見ておられる方はね多分気づかれてると思うんですけど、結構ね配信を頑張ってまして、今日ねなんか話そうということで話していこうと思うんですけども、今日はですねフードデリバリーですね、これについてちょっと話そうかなと思います。はい、でね、周りで結構なんか小耳に挟んだりとか、ツイッターとかね見てるとこういう話をよく聞くんですよ。フードデリバリーはね今すごく盛り上がってるじゃないですか、バブルなんて言われてて、でも今だけだからもう将来はもうないみたいな、そういうね話を結構見るんですよ。はい、でですねまあ、それについて話すんですけど、僕はね全然そういうのを全く逆で思ってるんですよね。フードデリバリーは多分僕の考えですけど、もうねなくならないと思ってるんですよ。もうこの先なくなるどころか盛んになっていくと僕は思ってて、でそういうことを言ってる人、つぶやいてる人とかツイッター見てるとあんま見ないんで、こんな考えてるの俺だけかなと思ったんですけど、うん、だから今日ちょっとそういうところをね話していこうと思いますんで、興味のある方は最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、というわけでですね、フードデリバリーのことをね話していこうと思います。はい、いやもうフードデリバリーがねもう今だけと言われている中で、なんかね暗いお話になっちゃってるんですけど、もう稼ぐなら今だよとかそういう話ありますよね。うん、でまあさっきも言ったようにね僕ねそういうこと思ってなくって、本当にねなんていうかな、本当ね盛んになっていくと僕は思ってます。はい、今日はね、そういう話をするんですけども、まずね、フードデリバリー自体は、僕は本当になくならないと思ってて、なんでかって言ったら、やっぱね、高齢化社会にね、もう入りつつあるじゃないですか。
で、やっぱ言ってもそのね、あの体の不自由な方というか、あのご年配の方が、たくさん多い時代になってくるわけなんですよね。だからまあそこがね一番の僕ポイントだと思ってて、フードデリバリーも、まあ、今とはですね、多分今後ですね、まあ報酬の金額に関してはまあ分かんないんですけど、まあまあ、それなり の金額で推移していくとは僕は思ってるんですよ。で、やり方自体が僕は変わっていくと思うんですよね。かなり進化していくと思います。はい。で、今はほら、お弁当とかそういうのを、配達するのが主流にはなってるんですけど、僕はね、この運ぶものが、もう弁当以外のものをどんどんとこう運んでいくように変わっていくと思うんですよ。これがもう通常ですね。になっていくと思うんですよね。で、まあ、なんでそういう考えになったかっていうとですね、これ、以前僕が、言ってたですね、ちょっとこう貼り付けとくんですけど、ドアダッシュ、はい、このドアダッシュに関して僕一回動画を上げてるんですよ。はい、これですね、ぜひまだね、最近ね、僕の動画見たっていう方はぜひちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、この時のドアダッシュの動画はですね、まあ多少ちょこっとねドアダッシュのことを調べて、話したやつなんですけど、まあ、これね、まあ黒船襲来みたいな、ウーバーイーツ危うしみたいな、そういうことを言ってるんですよ。はい、でね、これね、これで本当なんか今後のフードデリバリー界はこうなっていくんじゃないかなって僕は思ったんですよ。で、要はこのドアダッシュ、もう日本に入ってきてますよね。で、仙台から埼玉に来て、今やってるんですけど、はい、でこのね、ドアダッシュが入ることによって、まあ、この動画の時に僕言ってるんですけど、フードデリバリー界がもう大きくね、僕は変わるっていうことで言ってるんですけど、もう本当にね、これがですね、まあどういうもんかというと、本当に今アメリカではですね、まあどんな感じで、もうこれ全米ナンバーワンですから、これがね、どういうことをやってるかっていうと、もう皆さんももう多分ご存知の方とかいるかもしれないんですけど、アメリカではですね、いろんなこう食品以外に、医療品とか医薬品とか、いろんなものをですね、運んでるんですよ。で、独自の、ダッシュマートっていうのをですね、全国各地にこうポン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 拠点を置いて、でそこにね、そのダッシュマートっていう自社でね在庫を抱えてるみたいなんですよ。でそれをダッシャーって言われる人が引き取りに行って、なんかいろんなとこ配ると、はい、でこれがなんか30分以内か1時間以内だか、そのくらいでも配っていくらしいんですよ。でね、こういうことをやってナンバーワンになってるんですよね。だから日本も遅かれ早かれ多分ドアダッシュが来たら、日本のね、そういうフードデリバリー界っていうのは、これが主流になっていくんじゃないかというふうに思ってるんですよ。はい。でも本当、アプリでね、何でも買えちゃう。で、何でも持ってきてくれるっていう、もうそういう時代に、今後なっていくとは思うんですよ。ってなった時に、そのね、フードデリバリー、まあ今、いろいろこう日本の企業、入ってる、フードデリバリーあるじゃないですか。ウーバーイーツとか、ウォルトとかね、フードパンダとか、メニューとかね。あと、出前館ですね。全部がね、多分同じようなことを、おそらくやり出すんじゃないかなと。これまだ先の話ですよ。僕が勝手に言ってることなんでね。ってなると、多分ね、もっともっと今後ね、盛んになっていって、ほんとね、もうずっと続いていくんじゃないかなって思ってるんですよ。で、年配の方たちはもう増えていく一方、ね、もうなんていうかな、歩くのもしんどいという方とかね、たくさん増えてきて、ね、スマホ1台でね、こう持ってきてくれるわけですよ。これはね、僕はね、もうなくならずずっと続いていくと、多分もう右肩上がりに上がっていくんじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、まあいろいろドアダッシュもそのアメリカではなんかセブンイレブンとかとも提携したのかな、なんかそういう話も聞いたことあるんですけど、だからね、まあ面白いですよね。で、もっと面白いこと言うと、まあ前回そのドアダッシュの動画でも言ってるんですけど、アマゾンフレックス、あれがね、あれも危ういんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。これなんでかっていうと、本当ぶっ飛んだ発想なんですけど、例えば大手ね、エスカワさんとかね、ワイシャとか、ワイウィニューさんとか、大きいこう宅配の会社ってあるじゃないですか。
って普通にこうね荷物を運んでいってるんですけど、ああいうのも今こう例えばウーバーイーツ、わかりやすく言うとウーバーイーツがああいう荷物もねこう運ぶようになるんじゃないかな、本当ぶっ飛んでるんですけど、でアマゾンフレックスもそんな感じでいくと全体的にねこう荷量っていうのがこう分散されていって、なっていくんじゃないかなと。もしくはそのドアダッシュと Amazon がこう合併しちゃうんじゃないかなとか思うんですよ。これも結構ねなんか面白いんじゃないかなと。だって Amazon Flex は拠点を今ボンボン立ててってるじゃないですか。あそこにねドアダッシュが入ってダッシュマートを構えればちょうどいいなと思って、あとね思ってるのがコンビニ、さっき言ったセブンイレブンと提携したみたいなこと言ってたんですけど、ドアダッシュがですねでコンビニってほらもう結構な数あるじゃないですか全国に。でああいうとこになんかもしかしたら入ったりするのかなとも思ったりしたんですけど、一から多分建物を建てるってことはね多分ほぼしないと思うんですよ。でどっかのそういうねもともとある拠点に入り込んで展開していくっていう形にはなるんじゃないかなと思いますね。はいはい、というまあそんな感じですね。まあドアダッシュも入ってきておりますがですね、まあこれからですね多分もう急激に伸びていって、伸びるとともにですね、フードデリバリー界のもうねいろんなこう流れが僕は変わると思います。で、下火にはならずにフードデリバリーはですねコロナが落ち着いても僕はね絶対もうグーンと今後も行くんじゃないかなと。はい、じゃあねなんかもう今だけだとかねそういう話を聞く中でですね、やっぱりせっかくこうねフードデリバリーってあるフードデリバリー一本でですね、稼いでいってる方っていうのもねたくさんいると思うんですよ。でもそういう方たちはですね多分ねまだまだね将来そういうもうまだね明るいと思います。将来はまあやり続けても僕はね結構いけるんじゃないかなって思ってますね。でもドアダッシュも入ってきましたんで、いや今後はねこのフードデリバリー界の未来っていうのは僕はね明るいんじゃないかと僕は思います。はい、何言ってんだ頑張るマンって思われる方はですね、まあそれはそれでいいんですけど、はい、だ今日はですねなんかそういう話をね、したいなと思いました。はい、もう本当ねなんか今だけだっていうこうね言葉がたくさん多い中でですね、ちょっと僕はねそういう風には思ってなかったし、今ねこうやってやられてる方に向けてやっぱり諦めずにね頑張ってほしいなと思いまして、ちょっとねそういう動画を上げようと思いましたので今日はそんなお話でした。はい、いかがだったでしょうか。はい、ですねまあその話は今日はそのくらいにしときまして、まあそういえばこの間ですねあれです、全然話関係ないですけどちょっと家族でね長瀞に行ってきたんですよ。ちょっと子供をね夏休みどっか連れて行こうと思って、ちゃんとの3つは守りながらですね行ってきたんでご安心ください。はい、でまあ長瀞に行ってきたんですよ。でこれなんで長瀞行ったかっていうとうちの奥さんがねちょっと行きたいってずっと言ってたんで、で長瀞のあれですね皆さん知ってますかね、かき氷、有名なかき氷店があるんですよ、浅見冷蔵って。でこれかき氷ね1500円ぐらいするんですよ。でそれをね食べに行こうっていうことで、行ってきて、でまあなんすかねいろいろとついでに観光してずっとこうね戻ってきたんですけど、まあこの後ですねちょっと軽く動画それ撮ってるのを軽くまとめたやつを最後に流しますんで、まあそれもねちょっと見てみてください。はい、まあ、ちなみにこの1500円のかき氷どうだったかっていうね感想だけ言っとくんですけど、まあそうですね、まあ確かに、まあ値段だけあって、なんか氷にこだわっているらしいんですよ。うん。で、氷にこだわってて、だけあって、まあ確かにその食感とかね、それが確かに、食べた時、まあ口の中ですぐシュワッとこうなくなるような、まあ綿菓子までは言い過ぎなんですけど、まあ確かにそういう感覚ありますね。はい。ただそれだけですね。だからまあ、かき氷なんて安いかき氷も美味しいじゃないですか。うん、だからね、ただね、そこだけなんですよ、多分。これ僕の率直な意見で。はい。
だまあ多分、まあ、そこに行かないとその食感は味わえないのかなっていう気がしましたね。はい、美味しいのは本当にもう、ね、100何十円200円のかき氷とその1500円のかき氷の味はどっちが美味しかったかってどっちもね美味しいんですよ。だから僕はその食感だけなのかなという感じでしたね。はい、なのでまあ皆さんぜひですね、あの興味のある方はですね、ぜひ長瀞行ってみてください。で浅見冷蔵っていうところで、あで僕行列なんですよ。でね、長い時は3時間ぐらい待つらしいんですけど、僕が行った時はですね、あのちょっとね雨も少し降ってて、そのせいもあってかですね、50分ぐらいしか待たなくてよかったですね。はい、でまあ景色もねすごくやっぱりこの辺紅葉したら綺麗なんだろうなっていうこう感じで、もうほんとね日本のね和を堪能させていただいたっていう感じでしたね。はい、なのでぜひですね、皆さんなんかね、お子さんがおられる家庭はですね、ぜひこういうね、長瀞行ってみてください。大変ねいいと思いますんで。はい、というわけでですね、今日はちょっと最後その動画をちょっと流してそのまま終わりたいと思います。はい、それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。